学校行ってないよ。行ってなかった？私。Homeschooled? お前、会えてよかった。この間のことを謝りたくてさ。突然怒鳴ったりしてごめんな。格好悪いところを見られて情け。あいつら同じクラスの連中だよ。何かと目をつけられちゃっててさ。お前が来てくれて助かったよ。あいつらお前がハッカーだって噂を聞いてビビってたから。本当は気の小さいやつらなんだ。群れなきゃ何もできない臆病者だ。そんなやつらにすらビビっちまう俺は。もっと情けないけどな。励ましてくれてるのか。ありがとうな。それよりさ、ここがお前が行っていた店なのか。Oh, wow. I guess, yeah, never a good idea to insult a pretty girl. And a little lady like Erica is no exception. Okay. What's in the line? Taste in music.Mythical animal Digimon Digivolves into Griffomon. I'm gonna say Unimon. I think it's Hippogriffomon, but I'm just gonna say Unimon because wouldn't he. If you had a metal Greymon, you wouldn't expect it to Digivolve to a Digimon named Greymon. It just don't make any sense. Like, it's like you gotta have some kind of adjective next to the name if you're gonna go forward in evolution.Okay, then I'm just gonna have to go around the back, because I've already checked side to side, left and right. Nothing is here. Heiki, just tired of it.Is that? Yeah, it's him. あなた、ひょっとして私に興味が終わりで？怪しい。私が？道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけだ。不審者だと思われていたのですね。しかし、おかしいですね。交番でちゃんと調査の許可を得たはずなのですが。あって、私の見た目とおっしゃいますと？おっと、申し遅れました。私は上白エンタープライズの研究員でして、スウェドー・アケミと申します。この辺りのデジタルウェーブ地に異常を発見して、こうして現地調査にやってきたわけでして。私と同じだ。おや、あなた。これはこれは奇遇ですね。あなたもデジタルウェーブの調査にいらしたのですか。その最近の怪現象の正体なんじゃないかと。おう、ほうほう、それはそれはなんとも喜ばしいことですね。実は私も同じ推測を立ててここにやってきたのですよ。どうです、よろしければご一緒に調査しませんか。この人、いい人だね。
ご覧なさい。ここ一帯のデジタルウェーブ値が数時間前から異常な高まりを示しています。新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくるんだろう。エデンじゃあるまいし。いや、仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ。現実世界にも仮想空間同様エネルギーの流れは存在します。そっか、一般的にはデジタルウェーブはデジタル情報を運ぶエネルギーの流れと考えられているけど、大きな交通網が敷かれている場所にもそれと似たエネルギーがとどまるって仮説は、ね、その通り。特にここ新宿のような人も交通の便も活発な場所には様々なエネルギーが集まる可能性があるというわけ。しかしそれを踏まえてもこの変化は異常ですね。環境的な因子だけが原因とはとても。おやおや、A digital wave. It's getting bigger and bigger, it seems. What is this? Sueno-san? Wonderful! まさか物理体が情報体へと変異する瞬間を目の当たりにできるとは。デジタルウェーブが局所的に高まることによって引き起こされる状態変異、デジタル体への変異、変態、いや、移行、よろしい。この現象をデジタルシフトと名付けましょう。 Oh, so it's called a digital shift. デジタルシフト。中はどうなっているんでしょうね。楽しみですね。私たちも行こう。だって楽しそうだもん。I want to go to the Digi Lab. But 君のデジモンが。おや、君たちはハッカーでして、駅の中はさらにデジタルシフトが進んでいるようですね。デジタルモンスターまでもがエデンと同じ形で現実にデジモンが現れるなんて。ワームモンの端末に入れてくればよかった。なるほど。内部は特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようですね。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界、現実世界そのものが電脳空間化してしまったと考え、つまりこの空間では人為的な干渉が可能になる。お分かりになりませんか。現実がデジタルにシフトする、これすなわちプログラムを用いて現実世界に干渉することが可能になるという。ハッキングできるってこと。ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が世界全てを巻き込めば、あらゆる事象の改変も可能になるかもしれません。そうすれば So you could hack a digital shift based environment. 現実で不可能だったことが可能になる。すごい。いやはや、あなたはなかなか柔軟な頭をお持ちですね。私の思考について来られる方に出会ったのは久しぶりです。ひらめきの反射速度が通常とは違いますね。まるでひょっとしてあなた三島エリカさんではありません。なんで私の名前は。やはりそうでしたか。大したことではないのですが、私はあなたの。やはりいましたか。おや、君もイーターに遭遇したことが終わり。イーター。ええ、あれも私の研究対象でして、私はあれのことを捕食者、気をつけてください。エデンであれに捕食されるとデータは侵食され、構造もアルゴリズムも無秩序な状態になってしまいます。つまるところバグ化してしまうというわけです。この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトの影響を受けているか定かではありませんが、
ものは相談なのですが、君よければデジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をしたいと思っていたところでして、それにほら、力を貸してくれ。この木を逃さない。 Going to burst flame.Okay, that's not doing anything for me. So let's swap out Cubimon for Agumon. Let's see if this will work. Nothing. I mean, I get that this is a scripted battle, I just don't know what I'm supposed to be doing here.I mean, if it can't take any health damage, what is all this then? How about physical damage? Nothing. It blocks death. Erode terminal. Ooh. That's not good.追わなくて結構ですよ。データは十分に取れましたので、イーターと接近しても異常はない。やはりデジタルモンスターはイーターへの耐性を持っているようですね。それが分かっただけでも今の戦いは大きな収穫と言えるでしょう。対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。おい、誰かそこにいるのか。早くこっから避難するんだ。まだ調査の邪魔はされたくありませんね。あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密。待って、まだ話を。What's going on with Erica?お前さんは龍神とこのエリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ、急いで外に運ぶぞ。あら、お前さんもついてこい。医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。お前さん聞いてなかったのか。俺の口から言うのも妙なんだがな、エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えているんだ。あれはもう何年前になるかな。 Wait, she can't go outside? エリカちゃんとご両親が乗った自動車が、その事故が元でご両親は亡くなった。珍しい症状で、どこの病院でも治療法が見つからなくてな。Oh shit, if Ryuji finds out. あちこち駆け回ったらしい。If Ryuji finds out Erica went outside, he'll have the head of the last person with her. このセントラル病院で、ようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。エリカ！落ち着け、Ryuji。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。またよしさん。すいません、エリカが迷惑を。なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません、礼はまた後で。そんなもん気にすんな。またお大事にな。あんまり気に病むんじゃねえぞ。ロビーで待っていてくれ。面倒をかけた。